皆さん、Bonjour! トシカキューバーです。去年、インド株は本当に強かったですね。ほら、見てください。インドのトレーダーは嬉しそうですね。去年は最強の実績を残せたのは、それは喜びます。Nifty 50、インドの S&P 株のような指数を見ると、ここ1年間で 28% の上昇です。去年11月にピークになって、そこから 10% 下落していましたけども、すでに回復してきましたので、ちょっと安心ですね。それ以外の地域と比較すると、もっと驚きます。1年間でインド株 ETF の EPI はプラス 28%、S&P 学 ETF の BOO はプラス 22%、日経平均株価 ETF の1321は横ばい。新興国株 ETF の BWO はマイナス 5% でした。インド株の圧勝ですね。直近1ヶ月間で見ると差がもっと広がっています。EPI はプラス 8.98%、BWO はプラス 3.53%、BWO はプラス 0.67%、1321はマイナス 0.59% です。去年からはインド株が話題になっていますので、初めて投資した方が非常に良いと思います。そこで皆さんが気にしているのは、今年はどうなるかなということかと思います。さすがに気になりますね。今年のインド株の展望について、The Times of India というサイトでは面白い記事がありましたので、今日は紹介していきたいと思います。なんで去年はインド株がそんなに強かったのか、今年はどうなるのか、今日の内容は必ず参考になるかなと思いますので、ぜひ最後までに見てください。それでは始めていきましょう。まず、新興国株を全体的に見ると、去年の実績はごちゃごちゃでした。中国はマイナス 20%、一番暴落してきました。ゼロコロナの対策はなかなかうまくいかないので、経済加速が止まってしまっています。政府も様々な規制をかかっていますので、かなり中国株に投資するのは怖くなってしまいました。あとはマレーシアはマイナス 13%、韓国はマイナス 10%、タイはマイナス 7%、香港はマイナス 6%、フィリピンはマイナス 6%、日本を除くアジア全体はマイナス 5%、新国全体はマイナス 3%、インドネシアはマイナス 1%、シンガポールはプラス 5%、台湾はプラス 19%、インドはプラス 25% でした。比較としては先進国全体はプラス 14% でした。なのでそこを見てもインド株はダントツ1位でした。じゃあそもそもなんで去年はインド株がそんなに強かったのか。理由は3つあります。1つ目は量的緩和ですね。世界各国の中央銀行が金利を下げて誰でも簡単に安くお金を借りる状況になりました。この溢れたお金で世界中の株が暴落した後に比較的にリスク取りやすい市場になりました。もちろんアメリカ株はその金の大半を持われましたけども、それ以外の国、特にインドも投資の対象になりました。あとは世界中にワクチン接種もすごいスピードで普及したことから、コロナショックは早い段階で底を打ちました。最後はコロナからの回復のスピードは半端ないでした。要は経済が止まった期間は誰でも予想してた以上に短かったです。なのでコロナショックの後のイーゼルはいっぱいありました。そのおかげでインド株に投資入れたお金はかなり増えました。特にインドの投資家だけじゃなくて FII 海外機関投資家からの投資も非常に増えました。どのぐらい投資したかというと、2010年4月から2010年3月までに約4兆円がインド株に投資されました。ただ、もちろんコロナショックからインド株がかなり上昇してきましたので、2010年4月から見ると約200億円も引き出されました。利確ですね。インド株から出されたお金はどこに行くのか。おそらく中国にいます。2011年はずっと中国株が暴落していました。マイナス 28% でした。どう見ても中国の有料企業も非常に安い水準になっていきました。
なので、インド株にあったお金の一部はおそらく中国株に循環していきます。それ以外の懸念材料としては、経済対策もそろそろ終わることですね。特にテーパリング、業績緩和の縮小と金利の上昇です。インフレの急上昇を止めるためには、世界各国の中央銀行が取り組んでいます。なので今年は特に株式にとってかなり厳しい市場になります。また、リスクを取りにくくなる市場では、よく影響を受けるのは、リスクの高い投資先、つまり新興株です。その中にインド株が入ります。例えば、2003年も全く同じ状況でした。2013年に FRB 連邦準備制度理事会はテーパリングを発表しました。アメリカだからインドと関係ないと思ってしまいますけども、このテーパリングはインド株にかなり影響を与えてしまいました。当時のニフティ50のチャートを見ると、テーパリングが発表された直後に最大 16% の下落になりました。確かに3ヶ月間で回復しましたけども、いくがなかったとは言えません。なので今年も注目すべきかなと思います。ただ、いい材料はあります。特にインドは投資の対象として立ちぼかなり上げました。このグラフは FDI、海外直接投資の金庫の推移です。2013年は約2兆円でしたけども、2010年では6兆円を超えています。要は FDI は2013年から3倍以上になりました。なのでインド株に投資されているお金が大きくなると、相場がより安定化していきます。ちょっと安心ですね。インド自体の経済もかなり良くなっています。このグラフは CAD、経常収支の推移です。今までずっとマイナスでしたけども、去年からちょうどプラスに転換しました。要はインドの経済の状況は強くなったということです。では、今日のまとめです。今日はインド株の今年の展望について解説しました。去年の新興株のリターンを見ると、インド株はプラス 25%、ダントツ1位でした。しかも、王道のアメリカ株にも処理することができましたので、話題になりました。では、この上昇は続くのか。懸念されているのは、もちろん世界中に行っているテーパーリングと金利の上昇です。株式、特に比較的にリスクの高い地域の株式として、かなり厳しい市場になるかなと思います。特に2003年のテーパーリングが発表された時に、ニフティ50、インド株の S&P みたいな指数は 16% ぐらい下落しました。時間が経ったら回復しましたけども、影響がかなりあったのは無視できないかなと思います。ただ、当時と比べて、インド自体の状況はだいぶ良くなっています。FDI、海外直接投資の金額を見ると、2013年の2兆円から、2020年に6兆円以上になっています。要は世界中の投資家もインド株を注目していますので、市場自体が安定していきます。最後、インドの CAD、経常収支を見ても、ずっとマイナスだったところ、去年はいよいよプラスに転換してきました。インドの経済状況が強くなってきていますので、投資の対象としても、長期間で見た場合は十分ありかなと思います。もちろん最終的に、自らいろいろ調べて、投資するかどうかは自分で判断してください。投資は自己責任でお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。この動画は良かったと思っている方は、ぜひいいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとはブログとツイッターもやっていますので、ぜひフォローをお願いします。リンクは概要欄に貼っていますので、ご確認をいただければと思います。最後に皆さんから何か説明してほしいのがありましたら、ぜひ下の方にコメントしていただければと思います。コメントに必ず回答しますので、何でも言ってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回で。